フーツザミーツザヨーツザイーツザムーツザナナツザヤーツザ今何時で。どうも映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私映画紹介人ジャガモンの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ今回はラジオ用の動画となっております。本当はね、普通の動画で、ラジオじゃなく動画でお届けしたかったんですけども、私、ちょっと、引っ越し、実家を出ましてですね、32年、ずっと、お父さん、お母さん、そして妹とですね、4人で暮らしていたわけでございますけども、妹がね、数年先に、実家出てしまって、私は親父とおふくろとですね、3人暮らしだったんですけども、この度、ようやく、脱実家、子供部屋おじさんを卒業いたしまして、そんな中ちょっとバタバタしてしまってまして、なかなか動画をね、新しい動画をちょっとなかなか撮れてないという中、これだけは見に行かなきゃと思って、資料館のシスターのね、呪いの秘密、はい、こちらをですね見てきました。こちら10月13日の金曜日からも、公開されてまして、僕資料館シリーズはね、もちろん大好きでずっと追いかけてますし、円盤も、シリーズを追ってずっと確保しているものでございますから、試写会ね、ちょっとあんこちゃんから誘っていただいて行きたかったんですけど、ちょっと行けなくて時間が合わず、もうバッタバタだったんで、とりあえずもう映画館に書き込んで、これだけは見ようと思って見たんですけど、ちょっとね、動画撮るタイミングなかなかなくて、すいません、言い訳ばっかになっちゃってますけど、今日はなのでラジオでね、ちょっとお届けできたらいいかななんて、思っております。はい。ということで、この資料館のシスター呪いの秘密ということで、すっかり資料館ユニバースっていうものがね、出来上がって、そう。で、ちょっと、いきなりちょっと脱線しちゃいますけど、パンフレットね、買って、今ちょっと、引っ越し直後でパンフレット手元にないんですけども、ライオローナね、はい。これ、マイケル・チャベス。今回の資料館のシスター呪いの秘密撮った、マイケル・チャベス監督が撮った、ライオローナ。これ、実は、当初は、資料館ユニバースっていう風に公式さん言ってなかったんですよね。ただ、その、アナベルに出てくる神父さんが、ライオローナ登場するから、まあ、僕らというか、ファンの中では、まあ、普通に、資料館ユニバースとしてカウントしてたつもりだったんですけど、ワーナーさん的には違うっていう話だったんですよ。なんですけど、今回の資料館のシスター呪いの秘密のパンフレット見たら、ちゃっかり入ってましたね。はい。ちゃっかりユニバース入りしてるっていうことで、ね、何だったんだろうっていう、なんか、ね、保留の時間は何だったんだっていうね、一旦置いとこうみたいな、そんなタイミングだったのかちょっとよくわかりませんけども、入ってました。はい。で、今回の資料館のシスター呪いの秘密は、バラクね、神父の、悪魔、バラク。はい。演じていらっしゃるのがですね、ポニー・アーロンズさんかな、はい、あ、失礼しました。ボニー・アーロンズさんが、ナンね、バラクの役を演じて、今回3作目、となりますね。資料館の2、ジェームズ・ワンの本家の方ですね。あっちの方の、本シリーズの方の2作目の、に初登場して、で、資料館のシスターっていうことで、前日譚と言いますか、戦争直後のね、爆弾が落ちちゃって、みたいな話。で、そのまま資料館のシスター2。で、今回呪いの秘密ってことで、まあおそらく、ザ・ナンね、この資料館のシスターシリーズ自体は多分これ、エンディング見るとね、最後かな、みたいな。もうこの後作らなそうな雰囲気もちょっとある。まあ、作ろうとも作れるんでしょうけどっていうね。はい。で、僕はそのバラク様も とても好きだし楽しみなんですけど、また別の視点でちょっと僕またこれ続き見てえなってちょっと思いましたんで、それはちょっと後々ね、触れていきたいなと思っております。はい。で、前作の資料館のシスター自体が、ちょっと僕の印象ですけど、ダークなちょっと印象、それまでの、スピンオフの中では、かなり、まあ、その冒頭のね、首吊った神父さんの、あ、甘さんか、二層ですかね、正確に言うと。二層の方の、首吊ってその下に血が出てて、みたいなやつとか、なんかちょっとその時代背景も含めてなのか、で、あと、ほぼワンシチュエーションというか、その、教会にね、閉じ込められちゃってっていうような設定と、あと、ま、これ、ね、一応ネタバレ避けて言いますけど、ラストのオチ、うん。資料館のシスター一作目のオチ的に、あ、だからか、みたいな。ちょっとこう、暗いムードが強めだったのが一作目だったかなと、思ってます。で、今回はその続編ということで、どんな印象だったのかっていう話をちょっとしていきたいと思いますけども、これ、
ネタバレありでいいですよね。まあネタバレありも何にもない感じはするんですけどね、今回はね、特に。あ、でもまあ一応あれか。まあいっか。うん。なんでちょっとその、見てない方はぜひちょっと見に行っていただいて、ネタバレありで僕話をしていきたいと思ってますので、避けていただけたらなと思います。はい。で、前回が結構、暗めのトーンだったなって思ったんですけど、今回ね、かなりテンション高めでしたね。冒頭でもその教会でその、ほら、獣人になっておじさん浮いちゃって、ボーって燃えて、うわーみたいなところから、まあ、話題になってますけど、バチクソね。バチカンのエクソシスト、の、あのテンションっぷりがあったから、その直後に、資料館のシスターの、一作目のあのトーンでやられちゃうと、もしかしたらちょっと物足りなくなっちゃうかなとかちょっと思ってたんですよ。なんですけど、まあこれ別にそのバチクソを意識してとかそういうことじゃなく、たまたまだと思うんですけど、かなりテンション高めの話になってて、僕一作目よりかなり好きだったなという、開けてきた感じがすごいします。で、これは、その資料館ユニバースっていうものの、大きな流れでいろいろね、このまま行くとなかなかね、続けていくにはね、なかなかほらマンネリ化しちゃうとかあると思いますし、それかなりこう、避けていけてるんじゃないかなって気がしてます。で、くくりでしちゃうと、悪魔パニックバトルアクションムービーだったなっていう感じがすごいします。はい。で、これはやっぱりそのテンション高いっていうのもそうだし、資料館の当初のね、初期のとか見てると結構 J ホラー意識してるものあんのかなみたいなのを、随所に見られたんですけど、もうだんだんなくなってきてますよね、それね。なんか新しい新機軸な感じがすごくしてて、おそらくそのアナベルの資料博物館、あのあたりから結構、単なるその、資料館ユニバースっていう中で、ジェホラ意識してて、ジャンプスケアがあってとかっていうシンプルな構造よりも、なんかいろいろなことを試し出してる感じがして、すごく楽しくなってきてるなって、感じがしました。で、それをまずどこで感じたのかと言いますと、序盤で、そのまあ、教会でね、不審死が起きてるってなった時に、西へ移動しているっていうセリフが出てくるんですよ。西へ移動してる悪魔がね。で、これまあ、結局、モーリスっていう、このね、一作目から、続投している、ジョナ・プロケさん、失礼しました。ジョナ・ブロケさんかな。はい。この方が演じてるモーリスの中に、まあ、バラクがいて、移動してるってことが、は明らかになるんですけど、最初の段階だと、この西へ移動してるっていう表現が、やっぱりその非常にこう、まあ、モンスター映画的というか、まあ、心霊っぽさ一気に減るんですよね。ここで、その、ちょっと、その、まあ、結局そのモーリスの中に憑依してるっていうことが分かったとしても、なんかこう、パラサイトしてるというか、寄生虫なのみたいな、その、悪霊ってそういうことなのみたいなね。ちょっとその、物理的な雰囲気がすごく、増してくるというか、ちょっと心霊ホラーから結構離れてってんなって。で、それが僕は良かったんですけど、西へ移動してるっていうセリフがあって、ちょっとその肉体があるような、実体があるような雰囲気が、すごいするという匂わせが最初からありましたよね。で、憑依することで移動できるっていうこと自体が、やっぱり結構、そういうこう肉体感をすごく強調してるなって思いましたし、割とその前半確かにその、一作目に比べてね、かなりこういろんなそうサービスホラーショットみたいなものが多かったりね、雑誌がめくれるのも、いう予告に使われてるのもそうだけど、怖かったのが壁ね、その廊下のなんか、階段の踊り場のところで、なんかその落書きみたいなバラック様がいて、それがこう、目が光ってて、みたいな。なんかこう、その、ミュータントタートルズ、ミュータントパニックじゃないけどさ、落書きの感じがちょっとこう、立体的に見えてくるような感じ？それ、本当に立体的にやってんじゃなくて、こっちの想像力で立体的に見えてしまうような、奥行きのあるような感じとか、すごいこう、怖かったし楽しかったなって感じなんですけど、前半しっかりこう、そういうビビらせる描写がありながら、後半ね、やっぱその羊が飛び出してさ、わーとか言ってモンスターが追いかけてきて、で、女の子がキャーとか言って、わー逃げてーとか言ってる感じ？ちょっとなんか学校の階段じゃないけど、なんかそういうこう、うん、なんかそういうこう、なんていうかな、パニック映画の要素がすごく、モンパニだなっていう感じがすごい、しましたよね。あとね、その、バラク様。やっぱその、ここまで来ると、バラク様復活にちょっと、期待してしまうというか、で、一回こう、ほらね、目を手に入れるみたいな下りのところで、は、惜しくも残念だったな、みたいなね、アイリンによって阻止されちゃって、みたいなことがあったけど、結局復活するじゃない。で、その時、見た？五光刺してましたよね。
めっちゃかっこよかったよね。俺あそこニヤニヤしちゃって、よ待ってましたバラク様みたいな感じしたし、なんかこの逆光の感じ、その五光が指してる感じ何かに似てるなと思ったら、あの平成ゴジラシリーズの川北浩一監督の演出ですよね。その光はなんだみたいな、後ろから出てる光は何なのみたいな、その光源っていうか光の元を ロジカルに考えると、あの説明つかないんですよ。何の光かよくわかんないから、だからその萎えちゃうんだけど、川北浩一版のゴジラっていうのはそれを多用しててね、もうとにかくけれんみ、しかもこう鱗粉というかね、とにかくこうもう光を、極彩色を豊かに使いまくるみたいな演出があったんですけど、今回のバラク様は完全にそれ で復活してね、その目を手に入れて復活してからのバラク様の笑顔最高でしたね。もうニコニコしながらもうやりたい放題暴れたい放題って感じで、なんかちょっとその今までの資料館の感じでこの子をカタルシスみたいなものとかってあんまなかったから、なんかその悪霊が応援しちゃう感じまあめちゃくちゃ楽しくて、まあこれはやっぱバラクっていう存在がね、どんどんアイコン化してったおかげだなっていう感じも非常にしました。で、そういうこのなんていうのかな、まあ、悪魔パニックバトルアクション映画としてめちゃくちゃ面白かったし、あとそのアイリーンね、タイッサ・ファーミガさん、このベラ・ファーミガさんの妹さんが演じてるアイリーンが、なんかもうすっかり専門家みたいな、不思議探偵みたいな感じになってて、まあ、前回の神父から、意思を継いでんのかなとか、トラブルシューターなんですよね、完全にね。なんかこう、怪事件が起きた時に、そこに行くみたいな、もう、京極夏彦先生のね、小説みたいな、京極堂みたいな感じだなっていう気もしたんだけど、それがまずめちゃくちゃ良くて、なんか依頼が来て、君しかあの件はかかったことがないんだとか言ってね。トラブルシューターとして行くわけであるんですけども、まあ、今回それで相方がね、デブラね、これは俳優さんがストームリードさんね、デブラがやってました。この方サージ2のね、方ですよね。はい。で、この二人で、コンビものとしてね、めちゃくちゃ良かったというか、心霊探偵ものとしてね、めちゃくちゃ良かったなっていうところもあったし、あとね、その最後、そのモーリスのこと多分好きだったじゃん。アイリーンはね。でも、まあ、二層なんで、無理じゃないですか。だから、それがめちゃくちゃ切なくて、最後の、やばくなかった?あそこで終わるって、なんか、この資料館ユニバースの中でかなり切ない終わり方してるな、みたいな。ね。後々幸せになるであろう、モーリスの背中を見送るアイリーンっていう、あそこでエンドロールパッて行くのが、なんかこう、今までと違ったな、というか。なんか怖がらせてはとかじゃない。だから、それだとね、エンドロールはおなじみで、なんか本当にあった感、フィルム感出してて、そこも良かったなっていうのはあるんだけど、なんか劇映画としてすごい良かったし、ちょっとこう、悲劇感がね、強くて、だからそういう意味で僕は続きが見たいなって最初に言いましたけど、この、アイリーンのこの後の話、モーリスを好きながらその仕事をね、もう不思議探偵としてやっていくみたいな、ちょっと007のね、ダニエル・クレグ版の007のエヴァ・グリーンみたいな、なんかあんなんじゃないけど引きずっていくのかなとかちょっと気になったりするし、やっぱそうだよね、恋愛禁止されてるっていうか、しちゃダメだもんねっていうような、実はちょっと見過ごしてきた点とかすごい良かったなって気がして、ラヨローナの時もね、シングルマザーの主人公の人間描写めちゃくちゃ良かったんですよ僕は。だからそれマイケル・チャベス監督のなんか味なのかなとかすごく思って、なんかこう人情者っていうかさ、トラさんじゃないけどなんかそういうのやってもいいじゃんっていう風にちょっとこう思いました。で、あとすごくこう今回の資料館のシスター、はですね、女性同士の戦いに完全になってましたね。男が完全に脇っていうか、モーリスが排除されてるような、状態で。で、そのインタビューね、パンフパッと言った時にも、モーリスのね、ジョナ・ブローケさんが、僕がそのヒロインだみたいなね。僕が悲鳴ばっかり上げてて、女性に助けてもらうんだ、そういう話なんだ、みたいな話もしてて、確かにその女性だけのこの戦いで女性の、まあね、確かに資料館シリーズちょっとその節はあったにしても、だこれも結構その、マイケル・チャベス監督のライオローナのね、感じも、すごくあったな、という気が、しました。そうだよね。で、そう、途中で思い出してましたけど、マイケル・チャベスってあれだもんね、3作目、資料館の3作目の、
悪魔のせいなら無罪、あれもあれの終わり方もちょっとこうねグッとくるような終わり方してたもんね。だからそのやっぱ終わり方のなんかこう人間味みたいなものをちゃんと終わりで出すみたいなことをちょっとしてるのかななんて思ったりとかしつつ、宝探しする感じがすごいインディ・ジョーンズ的で、もうレイダース、シナタアークのね、アーク探すとこのモロのシーンも出てきちゃったりしたし、あとその呪音じゃないけど、時空超えるとこね、扉こう開いたところで、気づきました？皆さん。花柄の壁紙がバーっとあって、その廊下があってね。で、その先にバラクが立ってると。はい。あれ完全にも資料館2ですよね。で、後半アイリーンがね、子孫だって、あの子孫だってことが分かって、ほら、燃えない。ね、耐火性でしたね。燃えないよ、アイリーンは、っていう風になった時に、いろんなものがバーっとフラッシュバックしてった時にですね、またその、花柄のね、壁紙の廊下の先のバラクも映ったんだけど、ベラ・ファーミガの目映りませんでした？僕ね、ベラ・ファーミガの多分2の時の冒頭の、実際にあったそのね、銃のね、銃殺事件の家族の家のところで自分に憑依して事件を解決しようとするところの目をつぶって開いたら、ほら、当時のところになって、ライフル銃をエアーでこうね、ポージングでこう、撃ってくみたいなのあったじゃない。あの時の目使ってませんでした？ねえ、だからその、もうこれ前作から言われてんだけど、タイサ・ワーミガがさ、ベラ・ファーミガの妹で、これその、後々その、ね、ロレインに繋がるのかなとかって勝手なさ、憶測をしてて、違うっていうのを読んだはずだったんだけど、ねえ、なんかちょっとそういう風にも繋がるようにも見えるし、まあ単純にそのバラクっていうものを通して時空っていうものがこう、一つにね、時空移動じゃないけど、パッと見えたのかなとか、ちょっといろいろ、考察をしてしまうような部分がたくさんあったなという気がしましたね。はい。で、悪魔めって言ってさ、今回だから何がいいかって、そのアイリーンが一人で、エクソシズムできる人いないんだよね。神父がいなくて、ベラファーミガが一人、いや、大佐ファーミガが一人で、アイリーンが一人で、相方も5つ行くっていうところのスリリングさみたいなもの。今までやっぱ神父とかで、そういうこう、除霊ができる人っていう、ポテンシャルを持った人に頼ってきた。だからここはちょっとアナベル資料博物館にもちょっと近いんだけど、そこのこう、デンジャラス感は良かったですよね。これどうすんのみたいな。誰が悪魔払いすんのみたいな状態。はい。で、そこで、アイリーンが悪魔めーとか言ってバーっとやる感じとか、すげえね、叫んでる感じの、こう、テンション高い感じが、やっぱり、さっき言った悪魔パニックアトラクション映画と言ってる、理由でもあるんですけど、で、そういう風にこういろいろこう楽しめるテンション高いところがあったなと思いつつも、ストームリードさんのデブラね、この役ちょっと薄かった感じはなんか否めないかなという気は正直しました。最初の方でその信仰心がなかなかこう定まらなくてみたいな、タバコ吸っててみたいな、あそこめっちゃいいじゃん。でそことアイリーンが仲いいのもよくて、やっぱアイリーンもその前回そこまでその決意がまだ固まってない時みたいな状態だったでしょ。それがめちゃくちゃ良かったんだけど、デブラがその位置じゃない、今回は。だからその共鳴できるというか、アイリーンとこう分かり合えるところあるんだなって思わせるところがめちゃくちゃ良かったんですけど、なんかね、最後一応だからそのね、ワインを、赤ワインをイエス様の血だと思えばいいのよみたいなね、伏線回収みたいなのはあったにしても、もうちょっとそのデブラとのなんか、せっかくねバディームービー感あったのに、もうちょっとそこの二人の葛藤だったりとか、デブラの暴走でもいいし、不審みたいなもの、なんかそこもうちょっとやってくれたら気持ちかったなみたいな。だからここがモーリスが絡んできたりね、子供たちが絡んでくるっていうところでちょっと難しかったのかなとか思うんですけど、なんかもうちょっとねやりようあったのかなっていう気は若干しなくもなかったなっていう気はしてます。はい。でやっぱりその怖さっていうね、その元々あった資料館のジェームズ・ワンの怖さっていうところではちょっとまあ減ってきてて、やっぱさっき言ってたその悪魔パニックバトルアクションっていうところが強くなってる。だからこれはやっぱその怖い怖くないで判断してしまうとちょっとまた話は違うんだけど、僕はね結構この方向性も楽しいなみたいな、
こういうこう思いっきりこうテンション高いパワフルな感じありだなって気がするんで、あの主力ユニバースもっともっといろんなこと挑戦的にやってってほしいし、僕もそれをね追いかけていきたいななんて思いました。はい、ということでちょっとこうまとまってないところもありつつ、すいませんラジオ形式でお送りしてしまいましたけども、いかがだったでしょうか。引き続き、この余計なお世話よろしくお願いいたします。ちょっとね部屋が片付いたらまた動画撮りたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでみんな最後まで聞いてくれてありがとうね。